平成24年9月22日、23日、この張家口駅に来ました。これは新しくなる前の張家口の駅です。いつの写真か分かりませんが。そしてこれが新築になった新しい張家口駅です。今の張家口駅です。この張家口駅から昭和20年8月19日から20日21日にかけて在留邦人4万人近くが避難しています。その時の様子を紹介します。張家口駅からの邦人引き上げ、日本人を守る最後の戦い、稲垣武志長より。8月19日引き上げは8月19日から実施されることになった。19日朝、引き上げるべき在留邦人は一人も集まっていなく、仕方がないので第一列車には食料を積んで発車させた。そのうち在留邦人は国民学校に集まっているらしいとの情報が入り、輸送式を命じられた参謀部付きの森正夫隊が学校へサイドカーを飛ばし叱りつけて駅へ誘導した。真っ先に来たのは芸者さんたちであった。引き上げの第一人はやっと出発した。19日に引き上げたのは身軽な芸者さんたちや軍、観光庁関係者の家族たちだったらしい。これが後になって軍人と役人だけが先に逃げたという非難を生んだ。これには理由があり、8月9日のソ連参戦以来、奥地の軍人、政府関係者、公営企業の家族たちを張家口まで撤収させ、学校や軍の宿舎などに収容していた。まとまっていたこれらのグループを真っ先に引き上げさせたのは無理からぬ話であろう。8月20日、張家口第一国民学校6年生の池田松尾の家では20日の一時避難通達で、荷物は持つな、ほんの手荷物だけで集合と言われ、せっかく作った荷物を置き去りにし、非常食と水筒だけ持って家を出た。着替えさえ持たなかった。駅前の大通りはすでに日本人でいっぱいだった。青年男子の姿はほとんどなく、子供の手を引いた母親が大部分だった。何千という群衆が押し合いへし合い、駅構内に止まっている貨物列車めがけて急いでいた。どうして引き上げ命令ではなく一時避難命令にしたのは、荷物をまとめるのに時間がかかり、集合が遅れたり収集がつかなくなる。体一つで緊急引き上げさせようと、わざと蒙古自治を政府企画課長だった勝田千年氏が偽命令を出した。引き上げを拒む人もいた。20日朝、駅前の広島旅館の女将が旅館にガソリンをまいて火をつけ、自分は紋付きに白足袋の装束で火中に飛び込み焼身自殺をした。8月21日、在留邦人の引き上げが本格化したのは20日午後からで、21日夕方には引き上げは完了している。これは中央軍司令部の先見の命と時期に適した処置、そして連車運行にあたった家屋交通社員の不眠不休の努力の結果である。張家口の駅構内には、引き上げ開始の19日頃、機関車が約30両、貨車が500両ほどあった。居留民緊急引き上げを予想した軍が8月10日頃から北京から到着した箇所を送り返さず、張家口駅構内に留置したからである。それらの箇所が張家口の引き込み線などに目白押しに溜まっていた。それらに邦人を乗せて次々に送り出した。以上、こういった結果、4万人とも言われる
在留邦人がこの張家口駅から無事に北京天津を経由して日本に帰国できたようです。まあ、当時この今も駅前はそこそこ広いんですけど、その3日間特に20日から21日にかけてごった返していた様子を想像しながら、この駅の前に立っていました。あれから67年経った今年は平成24年2012年です。